どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク2周年記念スペシャルチケットガシャ104枚溜まっているので、そろそろね、引いていこうかなと思います。5月14日まであるんですけど、まあ、ちょっとうっかり忘れちゃいそうなんでね、ログインボーナスとかでね、まだ手に入るかもしれないんだけども、まあ、ギリギリまで待ってたら忘れちゃいそうなんで、もうそろそろね、引いていこうかなと思います。で、提供割合的には、同じなんですよね。一回ガシャ引こうが連続引こうが同じだよね、これ。で、まあ、せっかくなんでね、一回ずつ単発で久しぶりに引いていこうかなと思います。昔ちょっとやってたよね、単発引きは。んで、ピックアップ SSR とかってあるのかな？普通の SSR が 10% か。まあ、SSR 出る確率的には、4%。派遣も合わせると、20% か。だからまあ、高いんで、まあ、5回に1回ぐらいは SSR は出てくれるかなと。で、まあ、目当てのこの限定キャラたちがいろいろね、混ぜ込まれた記念のガシャなんで、まあ、こいつらが出てほしいぞということで、キャラの詳細見ていきましょう。まずは死神ですね。かなり人気のキャラクター。こいつまだまだ強いですね。避けるっていうのがマジで強いんですよね。こいつ 30% の確率で避ける。あと、武器耐久値もマイナス10で、攻撃力も1000超えてるんで、まあまあ高い方だと思いますね。で、前衛攻撃力2倍の10連ダメージっていうね、かなり、火力出るんじゃないでしょうか。まあ水属性っていうのも結構貴重なんでね。で、次が、クリスマスのひなみですね。まあ、こいつはちょっと持ってないんで、あんまよくわかんないです。体力 60% がかなり回復しますね。味方性の防御力 1.75 倍。サポートキャラとしては結構優秀ですね。HP もかなり高い。12,400。で、正月10日、歌。この歌持ってるね、朝中明。かなりこいつリニューアル前強かったよね。うん、こいつも結構貴重なキャラクターですね。で、ですね、まあこのキャラクターも年末のね、新キャラクターラッシュの時、死神オールからの、死神ハイセからのオールだったのか、オールからの死神ハイセだったのか忘れたんですけど、まあそこら辺ですよね。オール、死神ハイセ、女装十三、エトっていう、このもうすっごいラッシュ、もうめちゃくちゃ強力な人気キャラクターたちのハイルも来てたのかな、そういや、のラッシュでさ、すごかったよね。だからハイルは年始だったかな。で、魔女っ子十三ということで、こいつもね、欲しかったんだよね、ハロウィンのキャラクター。すごい魅力的な奴らばっかりだったから。で、クリスマスのエトですね。クリスマスに現れやすいエト。で、正月のウリエ。これかなり性能がいいウリエですね。で、ハイル。これバレンタインだったかな？ということで、欲しいのは、待てよ。ちょっと待って。提供。黒とかは入ってる、これ無敗アリマが入ってるね。じゃあ無敗アリマ欲しいな。熟練度上げたいですね。あと悲劇リゼも入ってますね。で、あとはそんなもんかな。アモン光太郎最後の砦。黒岩も入、これあれだね、スペシャルキャラクター、スペシャルガシャのキャラクター全部入ってるんだ。ってことは今リバイバルできてるフクロウも入ってるね。入ってる入ってる。だから欲しいのはとりあえずナルカミアリマ。この前確定枠まで引いたんですけど、熟練度上げたいんでそいつを引きたいのと、あとゴールデンウィークリゼ、あれどっちだったっけ、無尽蔵だっけ、悲劇だっけ、どっちだったか忘れたな。あ、悲劇はあれか、手合わせてるやつ。じゃあ無尽蔵ですね。無尽蔵リゼが欲しいですね。はい。まあピックアップ2、これなんだ、世も隠せないトレーニング、主演でいくぞ。あ、これフェスゲンか。僕、あ、違う、これ誕生日か。なるほどね。誕生日キャラクターで欲しいのは別にいないかな。ウリエの熟練度上げたいとか、ササコ入ってる、これ。ちょっと見当たらないな。まあ、それぐらいかな。はい、派遣はまあまあまあ、別にどれでもいいですね。じゃあ、単発引いていきましょう。20回引けるのかな。1回引くのに5枚消費ですね。まずは SR でお茶を濁していく。まあもう、ポン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 引いていくよ。SR。っていうか、あれだね、これ、レアはもう出ないんだよね。SSR か SR。で、SSR の確率は 20% ということで、5回目、5回に1回は SSR が出てくれるぞと。で、そのうちピックアップが出てくれるのは、まあ全体のうちの、4%、3%、3% かな。3% だということで。お、来たねー。これちょうど5回目かな、6回目かな。単発っていいよね。なんか10回引くと、10回引くよりか石の節約したい時に単発引きとかするけど、まあ10回引きの方がなんか、おー、待って、ちょっと
篠原さん来すぎじゃない？俺さすがにず思うんだけどさ、篠原さんと岩っちょが俺の元に来すぎ。いやピックアップ1体ぐらいは引きたいな、さすがに。ここでゴールデンウィークリゼ来てくれたらもう俺も何も言うことないんだけど、ありがとう2周年って感じだ。来ねえかな、厳しいかな。これでも下手するとさ SSR1 枚も引けてない人とかいるよ多分悲しそう。ここで死神引けた人は嬉しいね、かなり。あと10回ですね。さあ来ないぞ、確率的にはもう来てもいい。だが SR、 まあもう江藤死神敗生女装十蔵あたりがすげえ人気なんじゃないかな、とりあえずはね。まあ、火力を出そうと思ったら鳴神有馬とか欲しいけど。え、なにこれ、お前 SSR じゃねえだろお前は SSR じゃないだろその演出やめろ、バチバチの。あれでも今のって別に SSR って演出じゃないんだっけ。あ、普通のガシャの演出が残ってるだけか。 SSR の演出かと思ったで、やばいな、全然出てくれない。俺プレミアムの篠原さんだけとかちょっと嫌なんだけど、申し訳ないけど。あーやばいぞこれは、マジで。あと3回、3回のうち3回連続 SSR 来てくれたら許す。はい、これ、お、来たねー SSR、 ここで見せてくれ。テレレレレレレーンが聞こえた瞬間、まあ、プレミアムで持ってないやつ、プレミアムじゃないよ、誕生日で持ってないやつ、まあいるか、全然全然。あ、捜査官ってことは中身かな。なるほどね、なるほどね、ハロウィンハイセか。まあ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 、まあ、コストダウンはさ意味ねえんだわ。まあ記念にね持っておこう。さ、ラストですね。ちょっと期待しちゃった、捜査官で持ってないやついたかな。はい、ということで最後りょうこさんね、ということでですね、まあ SSR2 枚で、まあ、持ってないハロウィンの配信引けたんで、まあいいんじゃないかなと、無料分でもらえたらまあいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでお疲れ様でした。みんなさんは何が出たんでしょうか、目当てのものは引けたんでしょうか。よかったらね、コメント欄の方に、書いていってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。